夜小栗旬のオールナイトニッポン。はい、旬兄ちゃんです。さあ、今夜も悩める子羊からだよ。弟に関する悩みに答えていきたいと思います。本日の悩める子羊ちゃんは、福井県万輪だからいただきました。旬兄ちゃんこんばんは。近藤さんにあれを出した後、近藤さんはどうやって捨てたらいいですかと。近藤さんというのはフルフェイスのことですか？フルフェイスはね、まあ旬兄ちゃん的にはね、普通に捨てたらいいじゃないかと思いますけどね。そこが危険だと思うならば、ティッシュにくるんでコンビニの袋に入れて公園までダッシュでしょ。オーナイトニッポン、俺たちバサリキーステーションに全国36局ネットで放送中、小栗旬のオールナイトニッポン。さあ、ここから皆さんからいただいたお便りを読んでいきたいと思います。まずこちらですね、ウスというタイトルですけどもね、なんだかの弾みでラジオを聞いているよ。今日は冬物語のスチール撮りでピロキ長谷川に会ったよ。旬に会ってる、またみんなで飲みましょうよって言ってたよ、というね。こちらはですね、誰かわからないのにわかってしまう、横田英二さんからのメールですけれどもね、横田英二さん、ただいまガラスの仮面で紫のバラの人という役をやってるみたいでね、まあ横田も頑張れよって感じですね、うん、そこそこ頑張れよなんで番組に送ってきたんだろうねまあなんかこうちょっとそういう感じだったんだね。さあ、続いては北海道のラジオネームくるみからいただきました。佐藤翔司選手、惜しくもデンマークの選手に負けてしまいましたね。私は中1から今もバドミントン部で、佐藤翔司選手も大会で生で試合を見たりしていてすごく応援していたんですが、でもここまでお疲れ様でしたと伝えたいぐらいバドミントンをやっている私たちに勇気をくれましたと。そうですね、いや翔司本当にかっこよかった。すごいよ、中学の時から本当にすごかったけど、本当に今もすごかったね、試合見たら。なんかもっともっといい男なんですよ、佐藤翔司って。なんかもっともっとね、頑張ってほしいですね。翔司君本当にお疲れ様でした、オリンピック。さあ、続いていきましょう。岐阜県のラジオネームみさとからですね。実は私はあさって8月15日から1ヶ月イギリスに留学するのですが、初めての海外なのでとても不安です。滞在中はずっとホームステイだし、英会話に自信がないので家族や大学の人と長くなれるか心配です。自分で決めたことだし、本場の英語や舞台、観光など楽しみなこともあるのですが、今は不安の方が強いです。何かいいアドバイスがあれば教えてくださいと。そうですね、まあ1ヶ月だからな、なんとも言い難いけどね。まあ自分で決めたことだし、行くんだったら楽しむしかないんじゃないかなと思いますよね。もう喋れなくても何でも、なんとかなるさ。きっと、まあホームステイだったらね、なんとかコミュニケーション取らなきゃいけないと思うしね。とにかく楽しんで頑張ってください。ああ、なるほどね。日本料理とかね、日本からのお土産っていうのは喜んでくれますからね。そういうのもありかもしれないですね。さあ、続きまして、千葉県ラジオネームあゆからいただきました。しゅんくんこんばんは。相談したいことがあるのですが、私の友達がとある心霊スポットに今週末行こうとしています。私の母は霊感があり、そこへは絶対行ってはいけないというのを聞いていた私は、すぐにその友人を止めたのですが、彼女はやめようとしません。一体どうしたらいいでしょうか？教えてください。難しいですね、こういうの。でも止めても行くって言ってんなら行かせてみればいいんじゃないって俺は思っちゃうけどね。俺はまあ正直自分は霊感とか全然ないですし、そういうのも分かんないけど、すごい怖がりなので、その心霊スポットが絶対行こうとは思いませんけどね。
友人を止めたいけど止められない、どうしましょう。まあでも、まあ行きたきゃ行けばって言ったら逆に辞めるかもしれないしね。どうなんだろう、行かない方がいいって言ってもね。とりあえず一回突き放してみて、今週末だからね、まだ時間あるから、一回突き放してダメならちゃんと言った方がいいかもしれないけど、どういう風に止めたのかちょっとね、わかんないもんね。すぐにその友人を止めたのですがって言っても、まあでもそうやってね、お母母が霊感があって絶対そこには行ってはいけないって言ってるのに、よせ関係ないよって言ってんなら行かせてみればいいとも思います。はい、続いていきましょう。福岡県ラジオネームゆかっぽん、しゅんくんこんばんは。昨日の夜流れ星を見ました。初めての体験で一瞬のことだったので願い事をすることも忘れてびっくりしてしまい涙が出てきました。私は願い事を叶えるのを忘れてしまいましたが、しゅんくんはどんな願い事を叶えますか。あ、どんな願い事を唱えますか。ごめんね。私は願い事を唱えるのを忘れてしまいましたが、瞬間どんな願い事を唱えますか。ペルセウス流星群といって15日まで見れるみたいです。今日は瞬間のオールナイト日本を聞きながら星を眺めたいと思いますと。福岡県では今流れ星が見れるのかな。東京でも見れるのかな、頑張れば。東京でも見れる。へー。俺も流れ星見たいな。どんな願い事を唱えますか。そうだな。流れ星見たことある？したことない。流れ星見てお願い事ってできるほど余裕ないよね、人間ってね、あんまりね。あ、流れ星だって言ってる間に流れちゃうもんね。だからな、流れ星なんだろうね。願い事叶うっていうさ。でも願い事は自分で頑張って願えばいつか叶ったりするんじゃないかなと僕は勝手に思ったりするタイプなんですけどね。まあ自分が今願っていることが叶うように僕も頑張ります。はい、オールナイトニッポン、オールナイトニッポン。